こんにちは。聞く日本語のあずさです、はあ。みんな聞いて。この間、ちょっとびっくりすることがありました。バスルームで転んで、頭をぶつけてしまったんです。超痛かった。というわけで、今日のテーマは、 痛みを表現するオノマトペです。日本語にはたくさんのオノマトペがあります。例えば、これはカサカサ。これはカンカン。そしてたくさん話す人はペラペラとかね。 これらは擬音語って呼ばれます。言葉で音を表します。それから物や心、体の状態も言葉で表すことができます。このような言葉を擬態語と言います。例えばこのジャケットからは音がしませんが とても柔らかいです。こういう時は、ふわふわというオノマトペが使えますね。これはジャケットの状態を表現しています。こんな風に痛みもオノマトペで表現できます。今日はよく使われる痛みを表現する オノマトペをいくつか紹介します。あなたは病院に行きます。ここから病院の先生と会話をスタートしてみましょう。どうされましたか今日、頭をぶつけました。どんな痛みがありますかなんか、このあたりが ズキズキします。一つ目、ズキズキ。これは強い痛みが絶えず続いている様子です。心臓がドキドキするのと同じリズムで、傷もズキズキと痛みます。傷や頭痛。 歯の痛みを表現するときによく使います。どうされましたかなんかお腹が痛くて。どんな痛みがありますかなんか胃がチクチクします。二つ目、チクチク。これは針で刺すような 痛みを表します。皆さんも経験したことないでしょうか緊張したり強いストレスを感じると胃が痛くなりますこのような痛みをチクチクと表現します「胃がチクチクする」「胃だけではなく」 心がチクチクと痛むというふうな心理的な表現でも使います何か悪いことをした時罪悪感で心がチクチクと痛むそんな感じですどうされましたか今日 変な虫に刺されました。どんな痛みがありますかなんか、刺されたところがヒリヒリします。最後に三つ目。ヒリヒリ。これは、焼けるような痛みを表現します。あまりいい例えではないですが、皆さんがほっぺたを こうやって叩くと、その後ほっぺたが熱っぽくなりますよね。これがヒリヒリです。肌にトラブルがあった時によく使う表現です。例えば、太陽の光を浴びすぎて日焼けした時、その後肌がヒリヒリします。 その他にもいろいろなオノマトペがあります。例えばガンガン頭を叩かれているような強い頭痛がある時頭がガンガンすると言います。それからジンジン寒いところにずっといると 手と足がしびれてジンジンします。そしてムカムカ。油っぽいものを食べ過ぎたとき、胃がムカムカして気持ち悪いです。いかがでしたか？皆さんも転んだりしないように気をつけてくださいね。 もしこの動画が気に入ったら、高評価、コメントをお願いします。このチャンネルは皆さんのサポートで成り立っています。私のモチベーションにもなりますのでどうぞよろしくお願いします。それではこれからも一緒に日本語の勉強を頑張りましょう。バイバーイ